としては、だいたい 3% から 4% ぐらい、まあ、そんなに高くはないですね。そうですね、それほど高くはないですね。まあ、地価が低いんですけれども、賃料もそれほど高くないので、そうなってますね。リスクとしてはどんなところを考えてるんですか？そうですね、ユーロリスクってもちろん為替ありますよね。はいはい、そうですね、まあ、先ほどステージアさんがおっしゃってたんですけれども、まあ、先進国ってリスクは比較的少ないと思うんですね。やはり、まあ、法的にすごくしっかりしてます。で、ドイツ人の気質とかも皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、細かいぐらいですね、契約書も50ページぐらいあったりしますし、そういったあたりのリスクは非常に低いのかなとは思いますね。まあ、あえて言うなら、まあ、賃料が低いっていう部分があるんで、そのためにまあインカムゲインがそれほど良くない、そこがまあリスクといえばリスクなのかなと。ただ新しいですね、テナントが、まあ、入れ替わった時にインカムゲインがガンと跳ね上がるという、そういう魅力もあったりします。わかりました。